ミジンコメ、ミジンコモクは、接触動物門、甲角アモニラーシズナに属する、分類群の名称。四角アモクとも言う。ミジンコメは、ミジンコ類を含む、動物群である。水中の種として、プランクトンとして生活する、ごく小型の甲角類である。体は丸っこく、第二触角が大きく発達し、これを書いて遊泳する。プランクトンの典型として、 教科書や図鑑では必ず紹介され、知名度は高い。ミジンコの体長は、普通0.5から3ミリメートルのものが多く、中型以上のものは、簡単に見ることができる。大ミジンコがフネア・マグナ・ストラウス、1820は5ミリメートル、捕食性ミジンコのノロ・レプテアドーラ・キンドティは10ミリメートルにも、達する。大部分のものはごく小型で、体長は、 数ミリメートルまでの動物で、左右に扁平で、丸みを帯びた二枚貝様の廃校に覆われる。短脚亀、のろみ人庫などでは、体細長く、18ミリメートルに達するものがある。短脚目以外では、二枚貝様の廃校の中に、頭部、胸部と腹部が覆われる。頭部の実は、殻の上に突き出す。頭部は、分節が不明瞭で、胸脂がある部分を胸部。 それより下を腹部と呼ぶ。頭部が小さく胴が丸い形は、だるまのようである。頭部には、ノープリウス岩由来の単眼と、大きな腹眼を有する。腹眼は左右のものが融合して頭頂部で、単一のドーム状のものとなり、小中線上に、頭部前方の単眼と頭頂部の腹眼が並ぶ。頭部はしばしば背坑から前方に伸びたヘルメット状の、甲で覆われ。 この甲の先端部は尖ってほっとなる。口は頭部と胸部との境目の腹側に開く。その近傍に単純な形の第一触覚がある。第一触覚はごく短くて目立たないのが普通だが、オスではメスを恥じする器官となり、長く曲がっているものがある。頭部にある第二触覚は強大でよく発達している。左右に張って伸び、途中で二股に分かれ、 それぞれに長い毛が並んでおり、これを使って泳ぐことができる。胸部以降の体が胸部に発する肺甲の中に収まり、その形は簡単になっている。体節は不明瞭で5体ほどの胸足はエラ状で呼吸に使われるとともに、水流を起こして水中の微粒子を口に運ぶ役割になっている。腹部の末端は前方に曲がり、その先端にお爪という爪のようなものがある。 少し上の背面には、1単位の長い毛が生えている。胸部と腹部を覆う肺高は2枚以外の貝殻のように、覆面で分かれ、腹部の背面との隙間が育棒となり、ここで、卵は孵化するまで保護される。育棒のすぐ頭部側の胸部背面で、肺高波中体と接続し、ここに心臓が見える。心臓はあるが血管がなく、解放血管系。 血液が全身を直接巡っている。ミジンコ類は単ため生殖を行うものが多く知られている。それらのものでは、卵は原数分裂を経ずに形成され、すべてがメスとなる。卵から孵化したものは、すでに成虫とほぼ同じ形で、いわゆる直接発生をする。このようにして公的な条件下では、非常に素早く増殖し、大発生をするものもある。 環境条件が悪化したり、密度が上がりすぎたりすると、減数分裂によって、卵が作られ、同時に、単タ,タメ発生のものから、オスが生まれる。オスは、メスと交接し、受精が行われると、この卵は、殻の内側の部分の飛行したものに包まれて、耐久卵となる。この、鞘に収まった卵は、乾燥にも耐え、条件が良くなって、初めて孵化するに至る。 なお、ノロでは孵化した妖精はノープリウスである。ほとんどが淡水産である。大きな湖水から小さな水たまりまで、あるいは高層湿原から不栄養な水たまりまで、様々な環境で発見される。環境によって生息する種も異なる。遊泳力は強くないので、流水に生息するものはあまりない。海産種は極めて少なく、薄川ミジンコ属、海多めミジンコ科の 軽ハッシュだけである。微ンコ類は大部分がプランクトンであるが、一部は底や水草の表面に付着する時間が長いものがある。また、水底や泥の間を這うように泳ぐ種もある。そのような種は、プランクトンネットでは採集されない。いずれにせよ、這い回る足は持っていないので、移動は第二触覚による遊泳が中心である。泳ぎはバタフライである。餌は、 水中の微粒子、デトリタスをエラで作った水流によって集めて食べるものがほとんどである。飼育下ではドライイストなどを用いる。なお、大ーメミジンことノロはより小さい動物を捕獲して食う。胸足はエラ状ではなくしっかりとした足の形になっている。金魚や熱帯魚の餌としてよく使われ、金魚の稚魚の餌には欠かせない。金魚養殖業者は そのためにミジンコの養殖を行う場合がある。金魚繁殖の手引きには往々にしてミジンコの養殖法が解説されるほどである。乾燥させたものも餌として用いられる。また、手頃な大きさで観察が容易なため、理科の教材、顕微鏡観察の材料としても手頃である。体が小さくて透明であるので、心臓や血球、筋肉などが生きたままで観察できる。 メチニコフは食細胞の発見に際してミジンコの血球も観察している。彼はミジンコの体内に寄生する酵母であるメチニコオビアの胞子がミジンコの体内で時にある種の細胞に取り込まれ殺されるのを観察した。原生種は十一か六百種が知られる。大きくは四つの群、下目に分ける。最も種類が多いのはイキャッカメである。クシカメのものは 廃校は、胴体全部を多い、異脚下目のものに似るが、胸足は六体で、すべて同型。第二触角は先端に三本、側面には、遊泳合毛が多いものが多い。異脚下目は最も普通な未人口を含む、串脚下目に似るが、胸足は五から六体で形態に分化がある。第二触角の枝は三節、遊泳合毛は先端に三本、他の節に一本ずつが普通。 針脚亀廃校は胴体背中側のみを覆い、保育室としてのみ働く。胸足は4体、すべて不脚型で、捕食的に餌を取る。第二触覚の遊泳合毛は数が多い。解散種が多い。単脚亀は構造的には針脚亀に似た点も多いが、全体の姿は他の群と全く異なる。全体に細長く、廃校は保育室のみ。 胸足は6体、すべて付脚型。第二触覚の遊泳号毛は多数。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。